カンガルー怪獣パンドラ。浅間山のふもとにその生活圏を持つ草食性の怪獣。山に迷い込んだ人間を助けたりするなど、本来は非常に人間に友好的で優しい。カンガルーのように腹部に袋を持っており、生まれた子供が大きくなるまでこの袋に入れて育てる。だが大事な我が子が人間に殺されたと知ると強力な火炎を吐いて暴れ回った。カンガルー怪獣チンペ。パンドラの子供で、現在はまだ幼く人間と同じくらいの身長しかないが、成長すると母親のように巨大になる。普段は母親の袋の中に入っているが、好奇心に駆られて外界に飛び出した。人懐っこい性格で人間ともすぐに仲良くなる。ある誤解から人間に殺され、それがパンドラの大暴れを招く引き金となってしまった。蜃気楼怪獣ロードラ。箱根付近の地底を住処にし、黒い竜巻のような蜃気楼を発生させ、ハイウェイを通る自動車を次々と溶かしていた。体の一部分を切断されてもたちまち合体する驚異の能力を持っているのが特徴だ。長く突き出した鼻の先から無機物はドロドロに溶かすが、人間には何の効果も及ぼさないちょっと変わった妖怪液を噴出する。